はい、皆さんこんにちは、しなたんです。今回は結構インスタでリクエストが多いんですけど、加工の仕方を教えてくださいっていうリクエストが多いので、加工の仕方を教えようかなと思います。ではレッツゴー。はい、ではまず私のインスタをご紹介したいと思います。はい、私のインスタはこんな感じになっています。最近ちょこちょこちょっと加工を変えていて、なかなかあれなんですけど、最近やってる加工を皆さんに今日はお伝えしようかなと思います。今まではちょっとこういうなんか明るい感じの加工が好きでやってたんですけど、なんかある時からちょっとおしゃれな感じにしたいなと思って、今からご紹介する加工をし始めたので、今回はこっちの暗めの写真の加工の仕方を教えていきたいと思います。はい、ではまずこの VSCO っていうアプリ、ビスコっていうんですけど、これを開きます。そうすると私みたいにこんな感じでいろいろ加工した写真が出てくると思うんですけど、この右上のプラスを押します。でカメラロールの画面になるので、こっから加工したい画像を選択するんですけど、今回ちょっとこれを選択します。でこの左下の2番目のなんかちょっと棒丸棒みたいなやつを押します。そうするとこんな感じの画面になって、フィルターが結構いっぱいあるんですけど、私はいつもこの HB2 っていうのを HB2 というので加工しています。でこれままだとちょっと暗すぎるので、ここをもう一回これを押すとフィルターのかかり具合は調節できるので、私はインスタの時はいつもこれを10ぐらいにしています。まあ、これは写真によって変えたりするんですけど、だいたいプラス10にしております。そしたら右下の丸を押してもらって、で次にまた棒丸みたいな左から2番目のところを押して、まあ、今回はちょっといい感じの明るさなので触らないんですけど、写真が暗すぎたり明るすぎたりするのがあるので、その時はこの左の露出っていうところを押してもらって、で明るいなって思った時は左にスライドしていくとどんどん写真が暗くなるし、逆に暗すぎるなって時は右にやってあげるとどんどん明るくなっていきます。今回はいい感じなのでこのままゼロでいきます。次に触るのがこのシャープ処理っていうところなんですけど、この三角のところを押してもらって、だいたいこれいつも適当なんですけど、シャープさ、画質の鋭さっていうんですかね、なんかそんな感じ、ちょっとカクカクしたような感じの写真にこれをするとできます。で結構なんか髪の毛とかも一本一本しっかりするようになるので、なんかなんて言うんだろう、写真によって結構画質がよく見えたりする時もあるので、だいたいこれをつけてます。まあ、これはまあ6とかも結構適当なんですけど、その時の気分で変えてます。また右下の丸を押してもらって、で次触るのがこのシャドウっていうところです。これを押してもらって、私はいつもだいたいこれも5ぐらいにするんですけど、ちょっとここまで行きすぎると曇りすぎるので、だいたい5ぐらいですね、プラス5ぐらいです。合わせます。はい、こうすることによって影になってるところが浮き出てくるので、なんかちょっと写真が暗いなっていう時とかはこれを結構つけたりとかしています。でこれまた右下の丸を押してもらって、右目の保存を押します。で右下の点がチュンチュンチュンって3つつながってるやつがあると思うんですけど、これを押してカメラロールに保存する。でも私はいつも実際のサイズでやってるんですけど、何でもいいと思います。でこれで保存が完了しました。でこのままインスタに上げるっていう感じです。でプリクラの場合は今と同じなんですけど、ほとんどなんか露出をちょっと暗めに左に寄せてあげると、プリクラ自体が結構明るいので、私はプリクラの時はこの露出を下げています。あ、であとこれは気分なんですけど、この色温度っていうところで気分でちょっと左に寄せて青っぽくしています。右に寄せると逆になんかちょっとオレンジっぽくあったかい感じの印象になるんですけど、最近は気分でちょっと冷たいような青系の感じもたまにしています。はい、こんな感じです。はい、今回はこんな感じで私のインスタの加工の仕方をご紹介しました。結構やっぱり加工変えてからも質問が多かったので、
今回紹介してみたんですけど、いかがでしたでしょうか。最近はちょっと暗めの加工が好きなので、このビスコってアプリを使ってやってるんですけど、このビスコってアプリなんですけど、結構どれもおしゃれなフィルターが多いので、いろんな方が使ってるのでご存知の方多いかなと思うんですけど、私は HB2 というフィルターを使っています。多分このフィルターもすごく人気なので使ってる方多いんじゃないかなとは思います。はい、皆さんも気になった方はちょっと一度試してみるのもいいかなと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録お待ちしております。ではバイバーイ。